はい、タビチャンネルね。え、これタビちゃんの始まり方だ。新しいタビチャンネルですなと、これそうちょっともう一回テイクつない、うん、タビチャンネルです。いや、分からん分からん。いいのか悪いのかで言ったら多分悪い。悪いし、全然面白くないのに、なんか笑っちゃったんだけど。悪い、悪いオープニング。さあ、はい、何ですか。ちょうど今ぐらいじゃないですか。ん、事務所を辞めました動画を上げたのが。そんな、またそんなもん。多分、まあ実際俺らが辞めたのは、2020年の、そう、12月の、もうほんと末だね。だから、2021年、まあ去年の1月1日から、まあ完全フリーと。はい。ね。なんて言った？リストアップ？気にしなくて。喋ってたから聞こえなかった。で、まあ、多分その「ウーム辞めました」は多分1月末ぐらいに上げたんじゃなかったっけ、うん、そうだった、まあ、バタバタしたしね、まあ、終わっていろいろ調整もあったぐらいか、うん、そうそうそう、で、あの謎のヤフーニュースになってね、金が理由で辞めたみたいな考え方して、まああったけどね、まあ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 ね、そこも大事ですから、もちろん続ける上でお金って絶対大事ですからね、うん、でも俺がそういう、俺もそう言ってたみたいな感じで面白かったけどね、うん、唯一のヤフーニュースに、ね、なったのが1年前ぐらいですか、人生初めて。まだ1年、そうよ、だから2021年完全に1年事務所なしでやった形ですよね、だから、はいはいはい、だからまあせっかく1年経った感想というか、うん、まあ、これから多分辞める人とか、うん、逆に言って、ね、いるかもしれないからまあまあまあそうだね、だから俺らこうだったよっていうのもあるし、あ、これからウーム入りたいって人もいるだろうし、でもちろんその悪く言わないですよ、別にそういうあのちゃんとした事務所ですから、そうそうそう、あの俺らもお世話になりましたから、そうそうそう、そういったのを期待してる方がいたらごめんなさいね、ごめんなさい、悪口言うやつらだ、ね、よ、ほら、今ですら来てんの、いや、それはそれはダメだと冷静にこれは抜くべきだと本当に思う、なんと好きなんだよ、俺、ウーム、ほら、いやいやいや、じゃあやめんなってじゃあやめんなよ、だってそこは人が好きとか、そのあれが好きとかのまた違う仕組みがちょっと俺らに合わせられなかったっていうだけだからさ、そこはみんないい人たちですから、違うね、うん、はいはい、まあ、ね、まあ、そんな状況が我々ありました、うん、ウームに最初入ってたの2015、そうだよね、2015から、うん、まあ、2020年とか、まあ、5年ぐらい、5年いたんだって、5年ぐらいお世話になって、すごくない、8年中5年いたの、そうだね、すごいね、そう思うと我々今8周年この間になりましたから、はい、次9周年ですからね、え、夢の大台の大台大台はその次10が大台、え、そうだ大台の1個前、9周年大台じゃない、大台じゃないのよ、あ、そうなんだ、やってりゃ行くから、あ、そうなんだっていうのはもうこれ入れ替え立ち替えでその9周年維持になるの逆の時もあるし、うん、まあそんなね、9年目の我々が、まあ、5年ぐらいお世話になって、うん、まあ辞めて良かったことと、うん、まあこれ辞めなきゃ良かったなみたいなことを、うん、まあ良かったこと悪かったこと、うん、まあちょっと話せればいいんじゃないですか、うん、まあ、1年やった上でね、うん、ね、うん、どうせ、まずじゃあまあ良かったことを言いますか、うん、先にね、何ですか、辞めて、まあ、事務所から独立してソロでやってみて良かったこと、あ、ソロで良かったこと、ね、そうそう、だから運命辞めて良かったってなんか語弊があるけど、まあなんか自立して自分たちでやってみて、うん、これの面が良かったなみたいな、うんうん、そうね、ところ、うん、あります、え、ない、やめなきゃ、後悔しかない後悔しかないよ戻りたくてしょうがない人やめてやばない、いやいや、うん、急にこうウーさん急にすんのやめてもらっていい、ちょっとびっくりしたの、やっぱりちょっと、いや、やめなきゃよかったってなって一番ダセーけどね、それ一番決断ミスってんじゃんそれ、まあ、俺の立場からすると、はいはい、もう結論、うん、お金、ほんとにそこはでもリアルにあの、あるこれはもう本当に、うん、あの、やめて、うん、やっぱ言うたら2割アップなわけ、うん、2割アップっていうか正確に言ったら、まあ、2割ちょいアップじゃん、うん、その 80% からのアップだから、うん、でかいよね、でかい、うん、でこの2割の分の仕事は別にこっちでできちゃうから、うん、そうだね、まあ、俺らに関してはね、俺ら希望に関しては、その例えば本当トップクラスの人たちはもう何、うん、もうね、いろんな会社とのやり取りバーってなるから、マネージャーさんとか結構いなきゃ大変だけど、大きい箱をリソースを使えるから、はいはい、多分めちゃくちゃ価値になるんだけど、うん、俺らぐらいの規模だとこの2割っていうのは、まあ、運も使いこなせない2割なんだよね、俺らからまあそうだったね、うん、だからない方が良かった、うん、その額を今結局その編集者さんも、うん、その
あのね、まあ、外注としてやっていただいて、ね、メインチャンネルとか漫画チャンネルも編集していただけてて、 そのお金がね、そのまま本数増えたから、ね、そうそうそう、うん、動画の本数自体も増やせたし、そうそうそう、新しいチャンネルそこら辺のね、好き、ね、運営もできたし、できるようなことを考える時間とかも作れるわけだから、だ、ね、うん、結局そこは良かったかね。良かったね。そこはね、だからうまくいった理由ででかいと思う、ね、でかい、俺らぐらいの規模だと良かった、うん、その資金を再分配というかね、再構構築できたから良かったんじゃないのっていうのはある。そうだね、うん、それはあると思うな、うん、まあ、経費削減だよ、簡単に言うと、はいはいはい、普通の企業で言えばここにお支払いしてたコンサル料を、うん、うちの中に持ってきて、はいはい、こっちの中で別のところに使おうねっていう判断ができた、そうでしたね、うん、っていうところは良かったよね。まあそこだね、うん、てか、まあありがたいことにその、うん、そこそこね、うん、いや、みんな食える分あったからこそだよね。そうそう、多分その、うん、そんなに本当に稼ぎなかったら、その時の2割って本当に薄いから、薄いから、うん、そうなってくると、その2割でこれだけのことやってもらえるんだっていうあれもあったかもしれない。そうだね、だからその最初すごくね、そのそういう意味では俺らはうまいって言ったらあれだけど、うん、まあそういうとかでもやっぱ大きくなればね、規模が大きくなればなるほど、だから俺らのあれだったのはもっとここまでいければね、また変わってくるんだけど、そうだね、確かに。俺らちょうどね、ちょうどこの間というか、8年やってここだから8年走り続けて、全然、あ、ギコちゃんとかすごい、まあまあギコちゃんすごいね、どうか、オルタナとかもダーンとかすごいわけじゃないですか。で、後から全然水溜りとかいろいろですね、若手のことでダーンっていくわけです。俺ずっとこがずっとこがだからここの場合はちょっとあまりその事務所というの機能がない方がまあそうやっていけんのかもしれんっていうところだったね。そうだね、オワコンしてないんですから始まってないんですか、またそんなにオワコンでは一回もないもんね、実はね、上がってるもんね、ちゃんとこうだもんね、すごい微増なかなかいないよね、あんまいない、他見てもいないもん、微増 YouTube ほんとこうか、うん、こう今2021年もあって、まあそうね、こういくかほんと、まあこう、まあこう言ってたやつがこうなる、まあ、なるパターンか、上がってなきゃこうはなんないから、まあ、こういくかね、あとはずっともう上がらないっていう世界もあるからね、一定もね、もう俺らはもう 1.1 とか 1.2 をずっとこう、いやいや、すごいですよ、なんか金利みたいなものかずっと福利で回してすごい、福利が一番すごいね、アインシュタインみたいな、あんまり見たことないよねなかなかね、うん、いやまあ、だから良かったというか、僕らに合ってた方法がこの方法だったのかもしれない ね、今の状況だとね、うん、だそれに関してはすごい良かったよね、うんうん、大きくないからスムーズですしね、僕らそうだね、そうそうそう、まあ本当自分たちで、あ、まあ、だから良かったこととしては、で自分たちでもう本当に全部漫画ちゃん始めるとかもそうそう決めれる、まあ、もちろんウームに行った時も、ね、そこに関してはね、もちろん何もなかったから、ね、あのこれやりなさいとかこれダメですとかマジでない、ない、本当にそこに関してはない、ね、あの会社さんだったから、うん、でもやっぱりこのコミュニケーションを取るっていう億劫さがどうしても出ちゃうから、まあまあまあ、共有しなきゃいけない、やっぱ共有はしなきゃいけないです、さすがに新チャンネルやろうと思ってるとか、うん、チャンネルのコンセプトこっちにしようと思ってるっていうのはさすがにマネージャーさんともやって、はいはい、人産局でやるわけだから、まあまあ、共有をして、もちろんちょっとした意見もやっぱ出るわけよ、はいはい、それは人と人とでコミュニケーションしてる、こっちの方がいいんじゃないですか、ちょっとはやっぱあるから、うんうん、まあ、そこに対してどうするかっていうのはもちろん、うん、全然こっちの意思はね、はいはい、国取ってくれるから、うん、よかったけど、やっぱそこのやっぱなんだろうな、ちょっとしたやっぱ発生するからさ、それがちょっと手間な部分もある時もあるじゃん、スムーズではありますよね、まあそれはそうだよね、それはしょうがない、人が関わる以上しょうがないから、だからその自由と責任を同時にこの本当に全部自分たちでしょった感じだね、だからね、そう、うん、っていうのはあるよね、うん、それは確かにあるかも、うん、あと何かあるかね、自立して、まあ俺はそのマジで俺個人だとその収益者さんと直接今こうやり取り確かに、ね、してるっていうのは、うん、なんか夢かなっていうかな、まあね、そうそうそう、まあまあそれはでもまあ言ってる部分のおかげの部分はやっぱ最初の入り口はね、最初はやっぱね窓口としてやってもらいつつ、うん、でそこで結局関係値が築けて、そうそうそう、ここいなくても、うん、まあいけんじゃないのっていうのを向こうが思ってくれたかもしれないしね、そうっていうのはあるね、きっかけはここだったからね、そうだね、そこは本当に感謝しなきゃね、そうそうそう、うん、っていうのはあるよね、まあそれもありつつ、うん、まあ今その一緒になんていうの、うん、番組もやらせてもらってみたいな、うん、のこの一緒にやってる感がもう本当に、うん、いや多分所属してたらこうなのよ、そうだね、ね、そうだね、それはそうじゃん、事務所越しで企業だ、それはどうしてもしょうがない、そうそう、入りは入んなきゃいけない、そうそうそう、うん、今もうこう直接こう、そうね、やり取りもあったりするから、うん、まあ、そっちの方が多分、まあ、時代的には合ってるのかもしれないね、まあそうだ ね、早いしね、早いし、結果的には早いしね、うん、うん、結局ね、うん、もちろんこっちがすごい悪いやつだったらね、搾取してこようっていうやつらもいるかもしれないから、そういう時はウームみたいな
機能があるとすごいいい場合もあるから、はいはいはい、ね、まあ、一概にもちろん言えないけど、はい、でもね、そこはこっちの本人次第の部分もあるから ね、 そうだね、っていうのはあるかな、うんうんうん、よかった点あとはなんだろうな、まあ今よかった点を話してるあとね、グッズ作るの楽しい大変だけどな、ああ知ってる、そこに段ボールもうめちゃめちゃ壁みたいになってるずっとあるのよこれ大変なのよ、まあまあ今 K さんが発想とか大変だろうけどね、まあでもこれはね、そのね、やっぱ自分たちで出してる感がすごいあるよね、まあ ね、 ね、それはちゃんとだって自分たちのサイトを作って、うん、貼ってみて置いてみて、うん、なんならもうこれ配送どうする、俺は議論してるわけよ、その一緒にやってくれる手伝いくれる、はいはい、2人いるから、はいはい、お前どうするって言ってヤマトってさ、こうすりゃいけんのかなみたいな、まあ、そこの議論を今してるわけ、はいはい、あのなんか開拓してるからね、開拓すごいしてるの、分かる、でちょっとごめん分かんない、調べてもらっていいか、これいけそうっすわとかやってんだけど、ちょ分かんねえなとか言いながら、試しで送るしかないから、いやいい、なんかね、でもそれがね、俺すごく楽しい、レターパックで届くのみたいな一回レターパック買ってきて、入んなくねとか言ってやってるわけよ楽しそうじゃんちょっと一個、いやちょっと無駄にしちゃったかも、まあまあしょうがねえとか言いながらやるわけよ、そのあ、そういう意味でだから、その試行錯誤をしてる感が毎日よりあって、トライアンドエラーをしてる感じはすごいあるよね、うん、これでね、うん、あるね、そうだから、そういう意味だと俺なんつうんだろうな、その何、正直よ、うん、お金払ってるんだから、うん、サービス受けて当たり前、うん、っていうのが、うん、やっぱどっかあるじゃん、あるね、でもそれがないから、うん、それがいい方向に俺行ってると思う、そうだね、うん、だからお金払ってんだからこんぐらいやってよ、やっぱ良くないんだよね、そう、良くないけど、うん、でもそれでも全部じゃん、日本ってそうなりがちじゃん、やっぱりしょうがねえよ、ちょっと広い話になってってるけど、うん、でも結構そういった文化がある中で、うん、そのやっぱお金をウームに、うん、とかね、事務所に、うん、って納めてたら、やっぱ事務所こんだけやってくれよってなったら、それはこのね、マイナス感情も生まれるし、うん、その感情って絶対いい方向いかないもんね、いかないね、足引っ張り合ったら絶対いい方向いかないから、いかないいかない、だそういう意味でそれがマジでもういい方向になくなったから、うん、もう自分たちで上目指さなきゃいけねえんだってなった以上、ね、全責任自分たちだし、そう、ね、だからこそいい方向に去年は行った気がする、うん、そういう意味で、うん、まあ、もちろんね、タビちゃんも大変だったしね、うん、すげえ頑張ってくれてるのが、うん、俺もしかも家族生まれて大変な中、うん、ね、その頑張ってくれてる時もありつつ、うん、まあ、結果的に今ね、いい方向にこうなってるわけだから、うん、それはすごく良かったかなって思うかな、うんうん、はい、はい、じゃあウーム、まあ、でことはなかったってこと。いや、それ早いから。抜けるべきだったんだ。悩んで悩んだじゃん、あの時だったの。まあ所属してたらここだけどね。あるわ。まあ独立しなきゃよかったなって部分もちょっとあるよ、それ。まあまあ、まあ、もちろんそれはあるよ。何？やっぱね、マネージャーさんが一人ついてたのは、うん、やっぱね、うん、ありがたかったね。まあね。うん。さすがにね、やっぱその何、このやり取りこうしといてくださいみたいのでいいわけじゃん、うん、でも例えば他今って別にその他の企業さんからの連絡とかも自分たちじゃん、うん、もちろん K さん返してくれてるし、俺が担当のやつは俺が返すじゃん、うん、それとかってマネージャーさんにこれってどうですかって思う、何イエスノーで聞かれて、うん、イエスでよかったとか、はいはい、とかあとこれ何意思決定だけで、そうそう、何文字、何文字でくださいとかも、うん、はいはいはい、うん、はいですぐ終わったのが、うん、もう全部メール文章とかも、ね、あこれお世話になっておりますねとか、はいはい、だからその辺も、まあね、社会人としてのその辺もだから自分で言われてるから、そういう意味ではやっぱウームとかその事務所がやっぱやってくれた方が、うん、まあ楽は楽だったね、楽だね、そういう意味では、うん、それは楽よ、それはあったかもしれない、うん、楽だろうね、やっぱマネージャーさん言ってくれた方が、例えばね、そのなんか プレゼント企画とかもさ、うん、そうね、住所だけこの人にこの人はい送っといてください、はい、うん、でいいの、で今結局それ今 K さんがやってるからね、そういう意味でも、だからもうお金いっぱいもらわなきゃいやいや2割ここに収める、一緒じゃねえか俺、状況変わんねえじゃんそうそうとか、まあそのいろんなことを全部自分でやらなきゃいけないかなってやっぱあるかな、まあそれも楽しいんだけどね、うん、うん、すごい楽しい、楽しいけど、ただやっぱ手は動かさないなっていうのあるかもしれない、まあね、そうね、うん、そこはまああるかもしれないねっていう感じになると、うん、あと俺は正直今年、うん、その今まで事務所に所属してたら事務所がまず所得税をまず抜いてくれるわけよ、うん、だから大体まあ事務所が 20% で所得税だって 10% で、まあ3割ぐらい引かれた状態でこう入ってたわけね、うんうん、でそれで確定申告したら、うん、最初に結構払ってるから、だいたい多分返ってくるわけよ、税金が多く払ってるから、はい、でも今回は引きがないで今来てるでしょ、はい、
この後俺いくら払うんだろうっていうそわそわ。いや怖いよね。それが怖い今年。だからまあもちろん取っといてるけど、まあ、もちろん、ね、もちろん取っとかなきゃいけない。でも何十万払うんだろうっていうことじゃん。だって言ったら今までさ所得税何十万払ってるわけだから。ね、でそれが払ってた分返ってきてたのがこれから払うわけだから。そうだね。ちゃんと納めないと。ね、国民日本国民ちゃんと。ね、納税しなきゃいけない。やめとく今年は。納税するやつ。脱税宣言。脱税宣言するやついないよ。やばい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 。一本取っとく。アホだ。もう我々はこれから脱税しますから。やばいよそんなやつ。ちゃんと払う。ちゃんと犯罪だから。ちゃんと払わないとね。あ、それをやんなきゃいけないのはちょっとだるい。そうだね。あれ去年もやってる、ま、でも。いや、だからその去年分を今確定しんのかな。ちょうどだから。去年分は結局、ウームに1年、2020年分はいたから、やってもらえたのか。まあ、やってというか、引かれた状態で来るから、だから自分でお金を取っとく必要があるんだよね。現金、キャッシュを取っとかないから、払えなくなっちゃう。うん、っていう、まあ、その、資金繰りじゃないけど、うんうん、そういうのも個人で考える必要はあるっていう。そうだね。だから、税理士さんもいいの？お二人、税理士さんは。あ、税理士さんはそう、引き継がせる。あ、引き継が、あ、それはいい、ね。事務所は、事務所所属ではなくて、いや、外部の方だから、元から。そう。だから、その人たちに、まあ、直接もあの、お支払いして、全然その税理士さんたちとやり取りっていう。そう。報酬とかを。そうだね。だから、その人たちに、まあ、確定申告自体はやってもらって。書類送ればやってくれるからいいんだけど、納税は自分のあれでやるからね。そうだね。いや、だから怖い。それが怖いから。その、うん、あらかじめ。ベンってくるからね。怖え怖えよ。だって言うたらさ、2割上がってるわけじゃん。うん、そうだよ。じゃ実質増えてる。実質絶対税額は上がるじゃん。もちろんその外注で払ってはいるけど、経費とかけちょっと増えてるわけだから。そうだよ。怖っ。どうしよう。増えてると思いきや全然増えてないからどうしよう。ギュンって言ったら。怖えんだけど。破産するかもしれない。破産します。払えなくて、ね。破産するんで脱税しますって。上がるかもしれない。やばいでしょ。っていうのと、あとは、つながりかな。まあね、まあ、やっぱその同期とのつながりとかも、確かにね、もちろんそのコロナとかでそもそもどうなのかっていうのはあるけど、うん、それ抜きにしたら、うん、やっぱりね、年に何回事務所で集まるイベントがやっぱあって、あれ結構楽しかったね。あれはあれね、まあ俺ずっと座って飯食ってるだけですけど、まあ、それは俺担当、ね、あんまり外交が得意じゃないかな。外交担当っつったらあれだけど、そのいろんな人と話せればみたいな感じでね。そうそうそう、そう言ったみたいな、そのウーム内の仲いい人たちとの飲み会とかもやっぱ多かったかな、うん、当時はね。今年会ってないんじゃないですか、同期の人。会ってないぞ。2021年も会ってない？2021年、まあ、誰あれ、ギゴちゃんち行ったのあれ、2020… あ、そうか、去年。あ、20年。あれ、去年。去年。うん、20年、20。え？あ、そうだ、事務所辞めてねえわ、あれ。事務所辞めてねえわ。あれ、辞めたって言わなかったっけ？辞める前に辞め、どうなのって話をしてたから。そうだ、そうだ、あ、そうだっけ。そうだ、そうだ、そうだ。あの辺なんか辞めたのよ、みんな。他の YouTuber が産み辞めたからギコちゃんと話して、ね、2020年そう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 かそうかそうかそうか、うんうん、そうね、そうだそうだ、うん、だから去年はほとんど会ってないんじゃないかな。そうか、ワンピース系のね、そもそもだから小雪さんとか、あ、そっちはね、もうワンピース仲間のね、つながりでやらせてもらってるけど、会ってないか、会ってないか、確かに確かに、なんかそう、会う機会が減ったね。会う機会減った。なんか事務所とか行けば確かに顔合わせてさ、うん、おい、元気久しぶりみたいなの確かにあったけど、うん、最近は本当にないし、うん、その辺はちょっと確かにね、に寂しさはあるかな、やっぱね。うん。うん、そんな感じかい、うん、まあ、やめて、うん、まあ悪かったというか、うん、やめなかったらあったものが確かに今ないのはそういった感じかな。うんうん、あとはだからそのライブやりたいんだけど、うん、全部自分でやれるかな不安。まあ無理っしょ。ねえ、だからそのライブをやるっていうハードルが上がった。結構大変だからね。ああ。人員が必要だから。人員、そのね、スタッフさん。特にコロナのあれで結構考えなきゃいけない。だよね。歌ライブだしね、しかもね。そう。結構考えない。イベントなら別にさ、まあそうか。まあサクッとね、やれるかもしれないけど、ね。下の方でもいいけどね。そこがね、ちょっと今後、まあ今年どっかでやりたいなって時にすごく大変になるんじゃないかって不安はあるかな、うん、まあその小池さんの出させてもらうみたいなさ、うん、言ってしまえば俺が出るだけだから、うん、全然あれなんだけど、こっちで自主イベントやるってなったら、うん、何人人必要なのとかね、自主は大変だよね。えもう俺は やりたくないよ今は。いや、もうやりたくないって今は宣言すんなよ。今はやりたくない。いや、どっかでちょっと俺もね、まあ今年は落ち着くと思うんで、その下の子も含めてね、育児もちょっとずつ落ち着き出すんで、うん、いや、ちょっとどっかでやっぱ歌ライブはやっておきたいなってのやっぱあるんでね、うん、まあ歌カラカンとかでやるよね、カラカン
そんくらいのチケットぐらいやるよな、別物だね。そんくらいチケットだったら。カラカンってやっていいの？ベースで売れば、そこら辺で。ベースチケットだけあんまり、まあそこはいけるね。一曲歌いますみたいな。一曲歌います。で、また次の弾き方どうぞっていう。どうぞ。いやいや、あ、対談で。あ、それ面白いね。リクエストイベントでしょ。目の前で1対1で時間よくモニタリングとかで、モニタリングかなんか5000円で買えますみたいなやつ、ね、あるよね、あれ1曲やりますよね。それいいじゃん。それもだから多分事務所ないから、その著作権とかも超めんどくさいことだよね。そうだね、カラオケでやっていいかもしれない。そもそも分かんないって今話してるけど、そうだね、カラオケ利用とかもね、確かにね、そこら辺あるからね。いや、その辺とか全然分かんねえから、イベントはすげえ大変だと思う。イベントはね、結構大変。今ガチで大変、ね、イベント会社使わないとやっぱきつい、ね、あの事故でやった方が事故る。はいはいはい、マジでコロナあるしね。自分たちやった方が事故る。そうだよな、ちゃんと使わないと。そこですね。かもう自社でノウハウあって貯めてるところとか、はいはい、でやらないと事故る。だから今やるとしたら、だからその難しいね、うん、今の規模はその何、例えば100人、まあ多分100来て200人、うん、まあ、歌そんなにやれてないから、うん、200人規模だと多分結構赤字じゃん、そういうのお願いすると。うん、そうだね、難しい、むずっ。ちょっとそこかな、そこのやるための、うん、まあ、ビジネスモデルというか、はいはい、そういうところも今後本当に今時代として考えるべきだよね。自分たちでね、その後オンライン配信を作って売っちゃうとか、うん、予算を作るってところも考えないと、うん、イベントは結構できない、そう、ね、ちゃんと考えないと。すげえ急にガチな話になりました。ガチな話どんどんしてるけど、コヤッキーさんに聞けばね、まあその辺は教えてくれる、まあノウハウはね、いろいろ教えてくれるからさ、ね、うん、まあただでも自分たちしね、教わるのとその自分たちでやる全然違うから、ね、教わったからって言ってできねえし、できるわけじゃないよ、絶対事故るからね。もうそう、まあそうかな、そんな感じかな、うん、はい。じゃ最後に、最後にあの話します。何の話ですか。やっぱり最後に、まあ気になる話、気になる話、今どうなんですか。それが知りたいってとかね、確かに。それ知りたいのよ。まあそこは確かにあるね、やっぱり。結構大ニュースだったよね、あれ。まあ、俺らのはね、俺はね、俺は結構大ニュースだと思ったんだけど。要はだからあれになっちゃったね。まあその企業の戦略が変わって、そう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 、専属であった。要は当時俺らが所属してた専属の人たちが、うん、言うたら、ね、専属になってない、まあ、何千といるネットワークの部分にこうなるっていう。っていう話だったな、ニュースで。それだけニュースで見たね、うん、そう、うん、まあ2割は問われなくなるけど、なるけど、そうそうそう、要はそのマネージャーはつかない、ね、案件とかがちょっと分かんないよね、その辺はね。どういう風に来る流れは知らないよ、もしかしたら別にそれでも買わず来るような、うん、なんか流れがあるのかもしれないけど、うん、どうなるんだろうって気になって、純粋気になるくらい、すごいよね、それは気になってるね、うん、だから多分俺らもそうなってたんじゃない、もしいたら。俺らも完全にもうってことだよね、多分ね、させんよ。だどのぐらいのレベルっていうか、レベルって言ったらだけど、うん、その誰がどうなのかすごい気になる、ね、まあ、あるんじゃない、月間再生数の最低ラインとかさ、うん、はいはいはい、登録者なのか、うん、まあ、分かんない、もしかしたらめっちゃ案件取れる人なのか、はいはいはい、どういう分かりでやってるか知らないけど、ね、それちょっと気になるよね。そう、言うのかな、ね、ね、発表するのかね。でも多分そのサイトでさ、今分かれてるでしょ、多分ね。ああ、そうそう、だから俺らも乗ってたところで、いや俺ら抜けたから俺ら抜けるんだけど、俺ら抜けたのに残ってたら面白い。こういうことだよ。こういうことよ。面白いでしょ、面白いでしょ。面白いんだよ、だから。じゃあ、乗せといてもらおうよ。ややこいから。ややこい。うん、好きだからね、俺。言っとける。いや、でもいい人たちだったからね、本当に。うん、好きだわ。うん。そう。だから、そういうのが気になるよね。まあ、でも、最近本当に思うのは、うん、あの、もう、僕はね、両方の視点を今もう、見てるというか、まあ今のね、今の会社が、まあ、その YouTube 関連でもあるからね、あるから、はい、両方の視点から考えると、うん、UUUM の気持ちすっごい分かるのよ。いや、まあそうだと思うよ。あ、これしていかないと、うん、やばいぞっていうのはなんかすごい感じた。だから舵を切ったなっていう感じだよね。やっぱこの決断しなきゃ、うん、ちょっと難しくなってくるぞ、はいはい、時代的にもっていうのはやっぱ感じるから。そうだね、結局ね、その、うん、ある程度その一気に多分一気にリソースを一点集中みたいな考えだと思うんだよね、うん、あれってそのブワーっていっぱいいた、何百クリエイターをブワーっていったのを決まった社員でこう振り分けて見てたの、はいはい、それってもう分散しちゃうからさ、そうだね、リソースが、ね、出なくなっちゃうから、これをバンってズバッと半分いくってことは、半分に対してこの残りの社員バッバンって出る、はいはいはい、そうするとやっぱりね、めちゃめちゃ手厚くなるから、はいはい、そうだね、
やっぱ稼げる人でリソース突っ込んだ方が稼げるから。それはそうよ。もうしょうがないこれもう。なんかもうしょうがないじゃん。あだまだ上場した以上、もうそうしていかなきゃなんだろうなってことだよね。株主に対して の利益が残ってないっていう。まあ残ってたんだけど、この時代に営利残ってたからすごいなと思ったんだけど、うん、やっぱそこで株主はさ、もっとさ、ね、もっと期待するわけだから、ね、利益出せ出せって言ってくる。うせえから大体株主だ。俺も株主で言うだけだから。言うだけだから。言うだけだから株主。なんで言えんだ。俺も言うから。俺も言うからさ。なんで言えんだ。なんとかしろって言うから。まあそれはなんとかするしかないよな、まあね。だからその今までのクリエイターに対する思いと、そのこれから先に進む未来のための決断をこうしなきゃいけなかったんだろうな。難しいね。うん、難しい。ちょっとだからもうね、知り合いの人全員と俺だから今話したいのよ。今のウームの人も含め、ウーム抜けた人も含め、今のウームの社員さんとかも含め、どうなんだろうね。話してみたいな。なんかいろいろその気になるよね。気になる。みんな、ね、次の展開も。元気でやってればいいけどね。そうね。そこら辺がすごいね、なんかちょっと気になったな。まあなんか、やっぱまあさっきも言ったけど、でもなんか、多分、もう、こうなるだろうなっていう人は多分もう分かってたと思うんだよね、うん、いつかこれが来るだろうって、うん、で多分それって結局そのウーに対してお金払ってるから、うん、なんとかしてくれるよ、うん、っていうその悪い方向に行っちゃうマインドが、うん、やっぱ俺らも多分所属してて多分あったと思う。俺らはあったと思う。2020年は俺らそれだったと思う、ね、あ2020年前2020年そうだよ。俺はそれガンガン言ったからね、うん。でも多分それって何も生まなかったもんね。そうね。でそれ結局思って言うだけじゃなくて結局それを決断して、うん、離れるという決断、ね、そうで離れないならもっとガー行かなきゃいけないし、そうそう、伸ばしてればね、話別だったからね。そう結局その伸ばさないのもあれがあったから、ね、視点がねあったから、やっぱ払ってるから案件入れてくれよって多分なってたし、なんかそうじゃなかったんだよね。そうだ、そうじゃない。元は頑張んなきゃいけない。自分を伸ばせ、自分なんですよ、ね。結局自分を伸ばして初めてそれだよっていう。今になって気づくね。いやだから当時の謝りたいね、マネージャーさんね、僕はね。いや、ゲンゲン言ったからね。本当にすいませんでした。すいませんでした。お世話になりました。いやだからね、本当にいい人たちだったからね、マネージャーさんたちは。そこは人は何もなかったから、ね。いや俺もね、結構そのまあ何。やっぱアルバムの件とかでいろいろ俺もなんかもう子供のこととかでも満身創痍になって結構言っちゃったと思う、その時 ね確かに自分もで、しかもそういう悪マインドだったし、そう、ね、自分たちがいけねえのに結局伸びてねえから悪いじゃんってことだからね。それはもうこの世の真理だから ね、しょうがないよね。それはそうなんだよ。それを誰かのせいにしたくなっちゃうんだよね、お金払ってると。そう、それがあった、うんうん、だその辺には気づけてはよかったんじゃないですか、うん、やっぱね。もうね、ここからね、登っていく一方なんで僕らは。そうですよ、はい、あの一番運勢いいらしいし、あの今年爆発する部分。ほんと崖渡りだけ気をつけて。あ、でもうちと関わんない方がいいっすね。そうそうそうだ、ね、そうだ、高橋と関わんないっていう。いやいやいや、今日そこじゃない、今年ラストですけど全部高橋になる。いやいや、1月で今年ラストです。いやいやいや、違う関わる、高橋と関わるね、関わらない方がいいっすね。関わる、高橋じゃないよ、個人での仕事をってだけだから。そっか、高橋と関わる K はいいけど、高橋はよくない。言ってない、おじさん助けて、変なこと言ってます。そうだ、言ってたわ。違います。まあそうですね、総括するとまあ、うん、いろいろ気づけた1年ではあったんじゃないですか。今年も変わらず、はい、うん、でも結構ウーもさ、その何、うん、所属してないクリエイターともなんか結構手をつないでなんか、ね、みたいな感じなんだよね今。そうだね、ちょっと気になるんだよね、そういう話とかも。なんかさっき、なんかさ、その株主宛てのやつとかでやってたじゃん、その、うん、資料でさ、うん、ギャラクシー、あーで所属じゃないクリエイター、ね、所属じゃないクリエイターともまあ言うたらその、あなんちゃら契約、うん、あの、うん、吉本でも言うじゃん、なんちゃら契約、エージェント契約ってとこともあんのかなとか、ちょっとあるんじゃないね、やっぱそこは臨機応変にできるようにね。だから俺らがその2020年にやってくれよって言ったのをやってくれてるんだよね、うん、だから俺一回言ったもんね、うん、今自分でちょっと反省してる部分もあるけど、俺らこう、なんだっけ、うん、ネットワークか、はいはい、ネットワークにしてくださいって俺言ったことない、言ってた、言ってた気がする、言ってたよ。 20% きついから、うん、500円にしてくれっつって言ってことないよね、すげえ言ってた。もしかしたらそれになってるかもしれない。今なってます。今なってるかもしれない。そうでもずっと言ってっけど、だからその芸能人来るよってずっと言ってたんだから、その言ってんだよね。そう、俺は結構意外と言ってんだけど、早すぎて分かってもらえない、理解してもらえなかったっていう。芸能人絶対来るよとか言ってたもんな。確かに来ない、まだ最初の面接の時に一番最初で言ってた、めちゃめちゃ言ってたもんな。
まあまあまあ、そういうもんなんで、その昔話ですね、言うぐらいなら自分たちでやれよって話だったんだね。そうなんだ、結局ね、うん、だからまあ、身をもって分かりましたよ、うん、行動した人が勝つんですよ。そうですね、はいはい、はい、というちょっと、まあ1年振り返って結構真面目な内容もあったと思うんですけど、まあ我々の心境としてはもう本当に今、はい、うん、いいよね、いい、メンタル的にもすごく今いい感じだし、あのこのね、占いもいい感じだし、いい感じだし、で我々のこのチーム的なね、はい、その流れもすごくいい感じなんで、まあ、唯一サウさんがちょっとねあれだけどね、離れなきゃいけない、離れなきゃいけないっていうのは離れるんだよいろよそばに絶対だよって星さんか後で LINE 来ました、ね、いや一番だよ、だとしたらガチじゃねえか、だったら私本当に気をつけろ、一番やべえよやだよ、その寂しすぎるうん、また2022年も、ね、飛躍できるように頑張っていきますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、はい、おしまい、はい、頑張ります。お願いお願いします。じゃあ